はい、今どこにいるかっていうとね、タイのバンコクにいます。バンコクの今いるところはソイの39のところからちょっと入ったところにいます。この辺り私がね、2010年から2011年に仕事で赴任してた時、駐在した時にね、よく来てたんですけど、ちょっと店が変わりましたね。で今ちょっとスクミットの大通りの方に向かって歩いていこうと思ってます。これは何ですか、このレスト39カムスリーピースアス。これはあれか、スリーピーカバーということで、コーヒーパンケーキスミンティクス、これホステルかな。こんなんできたんですね。で、こっち見るとパムコンストランツ、これは何だろうな、水の会社かな。でエコリンクジャパンということで、これは雑貨屋か佐賀とか、売られてますね。スーパーシャイブティックで、こっち見るとね、タイマッサージがあります。これは純正のマッサージで、そこの横が、スイレンということでカラオケ、まあ結構カラオケジャパニーズという日本語がね、します。でそこは 37.2 度のマッサージ、マッサージ屋さん、なんかね、新しく武蔵屋ってできたんですけどね、これ今見てみたら武蔵屋ね、お寿司とかですね、日本食屋さんです。なんか武蔵屋ってラーメン屋かなと思ったら、お寿司屋さん、あの日本食屋さんね、居酒屋的な感じで行きます。でちょっと今閉まっちゃったけど、ここにコカレストランってあります。コカレ、これはタイ式のレストランということで、タイ風の、すき焼きが食べれるレストランです。でそこのところもすぐあのクリッと戻りなんですけど、ここのところがイムチャンというのね、まあ、もう一個1店舗が向こう側に反対側にあるんですけど、ここでもあります。でスケミットの大通りで、もうすぐそこが駅です。